ヘノク・ゴイトムは、スウェーデン・ストックホルム・ケンソルナ出身のサッカー選手。エリトリア系スウェーデン人。エリトリア代表のフォワード。アイク・ソルナ所属。地元のクラブでキャリアをスタートさせたゴイトムは、2004年に、イタリアセリエ A のウディネーゼ・カルチョに移籍した。ウディネーゼでのデビュー戦、対インテル・ミラノの試合でいきなりプロ初ゴールを挙げたが、主にベンチを温める存在であった。 2005年から、スペインのシューダデ・ムルシアイとレンタル遺跡に出されると、西軍ダディビシオーンで15ゴールを決める活躍を見せた。2007年、コイトムは、シューダデ・ムルシアのライバルクラブである、レアル・ムルシアイ遺跡し、4年契約を結んでいる。2012年8月16日、アルスベンスカンのアイク、ソルナイ遺跡。2016年3月22日、リーガエスパニョーラのヘタフェシ F に、 シーズン終了までの契約を締結。2016年8月10日、サンノゼ・アースクエイクスに移籍した。2017年3月3日、アイクに復帰した。コイトムはエリトリア人の家系に生まれるも、アンダー世代ではスウェーデン代表入りを選択し、UEFAU-21 欧州選手権2007予選に出場した。 2006ドイツワールドカップの予備候補となるなど、今後のスウェーデンを引っ張る存在として期待されたが、結局フル代表には一度も招集されなかった。2015年9月、ゴイトムが30歳の時にエリトリア代表入りをフィファーに申し入れた。10月10日、2018フィファワールドカップアフリカ一次予選のボツワナ戦でエリトリア代表デビューを果たした。 3日後の10月13日には、ボツワナ戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。